ターを鳴らして、でその後にやっぱ見てください、あの熊沢さんカーテン、このシネコンのスクリーンがあるんですよ、それを開けまして電気を消して、こちらの映写でスタートフィルムかけてですね、まだねフィルムをかけるのはまた、あ、ちょっとかけてないんだ、今からかけますね。よかったら、はい、消せこれ。映画のビールです。あのこれ後ろになりますので、VHS のテープみたいに巻き落とすんですよ、これ。あれだけで。うわー、すごっ。今からね、今から2分後にかける映画を、あの、フィルムかけますので、で、即スタート。撮影でここからあの幕を開けるところを撮影してください。で僕は一歩あの皆さんが下がった時点でスタートしてスタートします。はい、はい、無駄鳴らしますね。はい、もう終わります。あ、終わりだ、今から始まる。では無駄を鳴らします。幕開け。北新地に来ました。流行りの流行りの北新地
ちなんかよくですね、なんかこう美味しいご飯がたくさんあるとのことで。ということでこれから面接に行ってまいります。面接に32歳できるかな、はい、なんとかっていう風に多分、えって言われると思う。ちょっと私22にしとこうかな、なんか言ってみようかな。いや無理だと思う。であの身分証って言われるまで、あの年齢の時にしかもうち身分証ない。いけるいける。21ですって。年下。時給いくらからだったら OK ですか。え私ですか、うん、え相場が分かんない。え1時間5000円そん、いや38ぐらいからじゃない、そのぐらいですよ。えだその店によりません、もっとランクが高いので結構高いかもしれないよね。5000円として、うん、最低5000円、最低5000円。はい、というわけで3日目東京に帰ります。帰ります。はい、今ただいま伊丹空港に、はい、おりまして、これから飛行機で羽田へ向かいたいと思います、はい、どうだった？楽しかったですね。楽しかった。いろいろ回って、大阪はあんま来たことなかったので、ね、あとあんまりね、大阪でもなんか公園とかなかなか、ね、行かないから、すごい夏の陣のやつあれ見れたのすごい貴重だったなと。岡田さんの館内でフィルムもね、はい、あれはもう感動しましたね。ね、あれマジですごい良かったなと、うん、貴重な体験ができて、はい、幸せな時間でございました。はい、これ見ている方もしよろしければ、あいいなと思ったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします、はい、お願いします。では夏祭り編第2弾でございました。夏祭り編だったんですね。はい、鬼怒川と、あ、はい、花火大会と第2弾でございました。また次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。